こんばんは。今日は JR 西日本関西本線大和路線の遠隔間の端っこ鴨駅にいます。めちゃめちゃ SIV が音立ててる。ジワイゴンがすごいですね。ここから鴨駅の改札に向かって階段を上がっていきます。とても綺麗で大きな階段です。こちらが改札、こちら自由通路、めちゃめちゃね広いですね。さあ、一番乗り場というわけで、今一番乗り場に停車しているのが221系8両、お隣が、まあ、2番線、3番ホームとこれが線路共用、まあ、両側に降りれるタイプで、向こうが4番乗り場で、そのさらに向こう乗り場がないところにも線路が1本あるんで、まあ、留置線みたいな感じになってますね。奈良線と関西本線と片町線が入ってくる、まあ、ターミナル駅みたいなもんですよね。今のは京都行きの205系でしたね。さっきの京都行きがどうやら本日最終の京都行きということで、それ以降すべて常用行きになるということです。これはどうやら奈良支所から出てきた221ですね。さあ、奈良駅に到着です。列車、まあ、乗っていた列車は、はい、そうです。お客様にお願いします。ホームで気分が悪くなったり立ちくらみになった場合はベンチに座るなど落ち着くまで無理をしないでください。ホームに座り込むより体調不良の方を行き先の場合は駅係員にお知らせいただくか、その方にお願いします。23時30分までにご利用いただきますようお願いいたします。
ご利用のお客様にはご迷惑をおかけいたしますが、ご理解とご協力を。